何わの海の時空間中国国家大劇院、ポール・アンドリューはフランスの建築家、ジロンド県コーデラン生まれ、国立土木学校出身のエリート技術者でパリ空港公団の副総裁も務めた。建築家でありながら官僚とも言うべき人物である。パリのシャルルド・ゴール国際空港ターミナルビルのプロジェクトでは1967年から設計を担当している。 近年になって世界各国の空港を多く手掛けているが、これはパリ空港公団が各国の空港の開発に資金とノウハウを提供していることが影響している。代表作の CDG ターミナルビルでは2004年にターミナル 2E のホールが突然崩壊し、死者4名を出す事故が起きた。しかし、設計ミスなのか、特貫工事ゆえの試行ミスなのか、 原因はついに究明されないままとなっている。なお、グランダル種については、コンペの勝者ヨハン・オット・ホン・スプレッケルセンが、設計途中に過労死したため、1987年からその業務を引き継いだもの。近年では、中国や日本での仕事が増えている。https www. ラモンド frdispersionsarticle2018 10,12モデルアルシーテ,テクトポールアンドリュークレアターデールアイロッポーデレシー5368,769 3,382 HTML 事故調査は第1回目の報告が事実上最後の活動となった。ありがとうございます。